A4 はドイツの自動車メーカー、アウディが製造、販売する FF ベースの自動車である。アウディ80、北米ではアウディ4000と呼ばれた、アウディ90に代わって、日本では1995年に導入された。フォルクスワーゲンの5代目パサートと共有する B5 プラットフォームをもとに、1994年に発表された。 パサートと同様に縦置きエンジンの前輪駆動を基本とし、クワトロシステムも選択できた。ステーションワゴンのアバントも1年後に追加された。ヨーロッパでは、VW の新技術が投入された出力110、PS の 1.9L ディーゼルエンジンを含む 1.6L から 2.8L までのエンジンのモデルが展開されていた。ただし 2.8L の V6 エンジンは、旧型の 80? 90からのキャリーオーバーで1998年まで北米でのみ販売された。その他に当時人気があったイギリスツーリングカー選手権などで採用されていたクラスにスーパーツーリングカーレースのためにアウディスポーツが開発した機頭あたり5バルブの 1.8L 自家 4DOHC20 バルブエンジンも設定されておりターボバージョンは 150PS、210NM を 発生した。この技術は1996年には V6 エンジンにも適用され、2.8LV6、30バルブは 193PS を発生した。オートマチックトランスミッションにはポルシェが開発し、クラッチレスマニュアルのような使い方をドライバーが選択できるティプトロニックが採用された。映画、千と千尋の神隠しに、小木野家の車として登場している。 初代及び一時期のアウディ80で行われていたフォルクスワーゲンパサートとのプラットフォーム共通化はパサートがゴルフベースの横置きレイアウトを採用したことで解消された。2000年に B6 プラットフォームを採用した新生 A4 が登場。すでに販売されていた A6 と共通コンセプトのデザインで若干サイズアップにより居住性を上げ、 サスペンションもアルミ製の新設計に変更された。2001年5月に日本でも発売され、翌年にはステーションワゴンのアバント及び初代にはなかったカブリオレが登場した。エンジンは仙台からのキャリーオーバーの他に 2.0L 自家4と 3.0LV6 が登場し、これを縦置きに配置し前輪もしくは4輪を駆動するアウディ独特の機構を継承している。 トランスミッションは5速 MT、6速 MT、5速 AT のほか FF モデルでは CVT が登場した。日本導入モデルでは AT および CVT のみであり、カブリオレは FF のみで、クワトロバージョンはない。2004年2月、1.8T クワトロ SE を追加した。カブリオレは日本では2006年4月まで販売され、そのまま絶版となった。 2004年に発表され、日本では翌年2月15日に発売された。日本には2.0、2.0TFSI クワトロ、3.2FC クワトロが導入される。アウディ80の時代から数えると7世代目のモデルとなる。前面の大きく開いたシングルフレームグリルが特徴的で前後して登場した A3 スポーツバッグや A6 と共に 同社の新しいデザインスタイルとなる。サイズがほとんど変わらず、実質的には B6 のマイナーチェンジに過ぎないが、ボディパネルはルーフ以外を一新し、サスペンションは上級グレードにあたる S4 や A6 から移植するなど大幅にリファインされた。エンジンも 2.0L 直噴ターボと 3.2L 直噴などが新設されている。ミッションは6速 MT と6速、 AT, CVT があり、MT は日本に導入されない。A3 で採用されたエストロニックは採用されず、通常のトルクコンバータを介したものと CVT である。セダンの他アバントとカブリオレも設定されたが、カブリオレは日本国内へ正規輸入されていない。一方、装備を若干簡略化することで価格を20万円ほど引き下げたアトラクションも追加され、 国内需要拡大が図られた。2006年末にユーロ高で価格が引き上げられたものの300万円台をキープしており、BMW3 シリーズやメルセデスベンツ C クラスなどのライバル車種よりも低い価格帯にある。2006年7月19日、カーナビゲーション媒体を DVD から HDD へ変更したり、一部グレードの エンジンを 2.0L から 1.8L ターボにしたり、するなど、小変更を重ねた。なお、2006年のマイナーチェンジで、全車右ハンドルのみの設定となった。アウディは2007年8月に、新型 A4 セダンの写真と概要を公開し、2007年9月のフランクフルトモーターショーで、新型 A4 を公開した。遅れて2008年2月のジュネーブモーターショーでは、 ワゴンの A4 アバーントが発表された。2009年には、クロスオーバータイプの A4 オールロードクワトロも発表された。派生車種として、アウディ A5 がある。従来モデルより前輪を前に配置することで前後、重量配分を適正化するなど大幅な変更がされている。ホイールベースが B7 比で 160mm も延長された。 またアルミニウムを多用することで軽量化も果たした。外見ではヘッドライト下部に白色発光ダイオード式のポジショニングランプが設置されたことやドアノブがグリップタイプに変更された点が目立つ。日本では2008年3月に 1.8TFSI と3 2フシークワトロのセダン2種が発売。パワーステアリングは 低速時の手軽さと高速時の安定性を両立した可変ギアレシオ式となり、従来 A6 以上のモデルにのみ装備されていたんみも、地上デジタル放送対応フルセグチューナー内蔵となった。1.8TFSI は CVT を採用し、前輪を駆動する。3.2FC クワトロは六速 AT の四輪、駆動だが、通常時のトルク配分を、従来の前後比五十から、 RS シリーズと同じ40、60に変更し、よりスポーティーな味付けになった。2009年3月には、7速エストロニックを搭載した 2.0TFSI グワトロが追加された。オプションでは、ガラスサンルーフや、バングオルフセンのオーディオシステム、アウディドライブセレクトと呼ばれる AT やサスペンション、パワーステアリングの特性を、スイッチで切り替える機能が用意されている。 2008年8月19日 A4 のステーションワゴンモデル A4 アバントを発売2009年2月15日 A4 アバントをベースにした A4 オールロードクアトロを発表最低地上高をベース車に比べ 60mm 上げ 180mm とするオーバーフェンダーやアンダーガード付き専用バンパーなどを装備する2009年3月25日 A4、A4 アバントにターボチャージャー付き直列4気筒 2.0L 直噴エンジンを搭載する 2.0TFSI クアトロを追加した。2012年4月3日、日本市場向けにマイナーチェンジモデルを発表、同日より販売を開始した。エクステリアはシングルフレームグリルを立体的なデザインとしたほか、前後バンパー、ヘッドライト、テールランプ等のデザインが変更された。 パワートレインは2.0リットル直噴ターボエンジンで全車にアイドリングストップ機構のスタートストップシステムが採用されている。2015年6月29日発表。実車は同年9月15日フランクフルトモーターショーにて初公開された。船内に比べて全長が25ミリメートル、全幅が16ミリメートル、ホイールベースが10ミリメートル拡大され、 室内空間も広くなった。また、ボディが 120kg 軽量化された。欧州向けのパワートレインは、1.4リットルガソリンターボエンジン、2.0リットルガソリンターボエンジン、2.0リットルディーゼルターボエンジン、3.0リットルディーゼルターボエンジンが用意される。さらに天然ガスを燃料にする g、g トロンも追加予定。トランスミッションは、 6速 MT と7速エ S トロニックで、それぞれに、FF と 4WD が設定される。2017年8月17日、欧州市場向けに A4 アバントの c n g 使用者、G トロンの受注を開始。2018年6月27日、欧州市場向けにマイナーチェンジモデルを発表。フロントバンパー、リアバンパー、ホイールのデザインが変更されたほか、 S, S ラインコンペティションを新設定した。2019年5月15日、欧州市場向けに改良モデルを発表。シングルフレームグリルをワイドなものに変更したほか、LED ヘッドライトやテールランプも新デザインとなった。パワートレインには 12V のマイルドハイブリッドシステムが組み合わされた。2019年5月15日、欧州向けに A4 オールロードクアトロの 改良モデルを発表した。2015年10月28日、東京モーターショーにて日本初公開。2016年2月8日、セダンタイプの A4 を発表。同年2月19日より販売開始。パワートレインは2.0リットル直列4。気筒直噴ガソリンターボエンジンと、デュアルクラッチトランスミッションの7速エストロニックを組み合わせる。 導入されるのは FF 車は 2.0TFSI と 2.0TFSI スポーツ 4WD 車は 2.0TFSI クワトロと 2.0TFSI クワトロスポーツスポーツではエクステリアやインテリアをスポーティーに仕上げた S ラインが選択可能となっている2016年4月20日 A4 のステーションワゴンモデルである A4 アバントを発表。同年4月21日より販売開始。ラインナップは A4 と同様である。2016年9月6日、クロスオーバーモデル A4 オールロードクアトロを発売。最低地上高はベース車の A4 アバントよりも 30mm 高い 140mm となっている。エクステリアにはシングルフレームグリルに縦のルーバーを配置したほか、 ホイールアーチ、アンダーボディープロテクションなどを装備している。2016年10月25日、1.4リットル直列、4気筒直噴ターボエンジン搭載モデル、1.4TFSI、1.4TFSI スポーツを A4、A4 アバンと共に設定。また同時に、S ラインにエクステリアパッケージが装備される、1.4TFSI ファーストエディションが A4。 A4 アーバントに、それぞれ220台、230台で、限定販売される。2016年12月9日、A4 シリーズが、2016から2017日本、カーオブザイヤー、インポートオブザイヤーを受賞。2017年11月16日、A4、A4 アーバントの仕様を一部変更。1.4TFSI スポーツに、アダプティブクルーズコントロール。 アウディアクティブレーンアシスト、サンゾーンオートマチックエアコンディショナーなどを標準装備した。また、S ラインパッケージが選択可能になった。さらに、2.0TFSI 及び 2.0TFSI クワトロに変わるグレードとして、スポーツバンパーや17インチアルミホイール、スポーツサスペンションなどを装備した 2.0TFSI スポーツと2.0 TFS i クアトロスポーツを設定した。2018年8月20日、A4、A4 アバントの特別使用者、タキシードスタイルを、計500台限定で発売。エクステリアには、S ラインエクステリア、アウディスポーツ製19インチホイール、LED ヘッドライトとリアコンビネーションライトを、インテリアには黒を基調にパーシャルレザーを採用した。2018年12月12日、 A4 オールロードクアトロの特別使用者、A4 オールロードアボスルートを125台限定で発売。エクステリアには専用塗装色のクアンタムグレーにコントラストペイントのマンハッタングレーメタリックを組み合わせた。また、アウディスポーツ製19インチホイール、マトリックス LED ヘッドライトや LED、リアコンビネーションライト、ヘッドライトウォッシャーも装備する。さらに、 安全運転支援システムとしてアシスタンスパッケージを装備した。2019年1月16日 A4、A4 アバントの仕様を変更。スポーツグレードに S ライン用のフロントバンパーとクロームグリルを採用、アルミホイールのデザインも一新した。また、特別限定車、ブラックエレガンスをセダン、アバント各125台ずつ設定した。 2019年5月27日、A4、A4 アーバントの特別使用者、メイスタークを発表し、同年6月11日より販売開始。LED ライトや18インチアルミホイールなどを装備した。2020年10月7日、A4、A4 アーバント、A4 オールロードクアトロのマイナーチェンジモデルを発表し、同日販売開始。 シングルフレームグリルをワイドなものに変更したほか、LED ヘッドライトやテールランプも新デザインとなった。また、ブリスターフェンダーを備え、全幅を 5mm 拡大。パワートレインには 12V のマイルドハイブリッドシステムが組み合わせた。2021年1月7日、A4、A4 アバントにディーゼルエンジン搭載モデルを設定し、同日販売開始。 FF 車の三 35TD アドバンス、三 35TDS ラインには最高出力百六十三 p s 最大トルク三百八十 n m を発生する二点零リットルディーゼルターボエンジンを搭載。また、12V のマイルドハイブリッドシステムを備えている。四 w d 車の 40TD クワトロアドバンス、40TD クワトロ S ラインには最高出力百九十 p s 最大トルク 400nm を発揮する 2.0LD ゼルターボエンジンを搭載。FF 車 4WD 車どもにトランスミッションは7速エストロニックである。中国市場では2009年4代目から A4 リットルというナノロングホイールベースモデルのみが販売されている。それ以前は標準ホイールベースモデルで販売されていた。ありがとうございます。